キョコ TV。 いらっしゃいませ。キョコ食堂へようこそ。みなさんこんにちは、ハリーキョコです。こんにちは、ヒロトです。調理長は台湾に来たことはありますか？何回も行きました。何回も、はい、じゃあ台湾名物臭豆腐も食べたよねその顔見たらちょっとね、匂いがあれなんでね。美味しいのに。そういえば、日本料理の中に一番有名な豆腐メニューは何ですか？たくさんあるけど、冷ややっことか、揚げ出し豆腐とか、揚げ出し豆腐はね、私居酒屋で食べましたよ。本当に美味しかった。どうやってそういう美味しい食感を作れますよね？じゃあ今日は揚げ出し豆腐を勉強しましょう。イエーイ！レッツクッキング！作るよ。今日のポイントは3つです。1つ、豆腐の水分をしっかり切ること。2つ、油の温度を粉で確認すること。3つ、できたらすぐ食べること。この3つのポイントを押さえて今日も頑張って作りましょう。それではお豆腐ですね、お好みの大きさにカットしてください。それを水からあげてペーパーなどでしっかり水を切ってあげてくださいね。この時に水分が残っていると粉をつける時にベタベタになったりだとか、揚げる時にお水が弾いて危険ですから、しっかり水分を取ってあげてくださいね。こういうふうなペーパーで大丈夫です。で、このしっかり水分を取ったお豆腐を粉につけてあげます。この時まんべんなくもちろんつけるんですけども、例えばこういうふうに粉が薄くついたり濃くついたりすると揚げ上がりにムラができるので、余分な粉はしっかり取ってあげてください。で、これで全てのお豆腐に粉をつけていきます。では揚げ出し豆腐を揚げていきます。先ほどの粉にお水を少し入れて、これぐらいの濃度のものを作ってあげてください。これを少し油に落としてあげます。今一番下まで、下について上がってきてます。ということはもう少し温度が今まだ低いということです。完全に下まで落ちずに途中まで行ってヒュッと上がってくると、だいたい180度手前までなってます。もう少しですね。いい感じですね。だいたい170ちょっとぐらいでいいと思いますね。少しお豆腐がこう浮いてきました。わかりますか？この浮いてきたら OK です。これを揚げます。これ今バチ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 言ってるのは豆腐の水分が出てきてる音です。もしこれが気になる人は、豆腐の水分を前日から押してあげてお水を出してあげてください。そうするとこのバチバチが少なくなります。はい、揚げ上がりました。では盛り付けていきます。今日はね、2種類のソースを用意してます。まずは天だしのようなお出汁ですね。もう一つはあんかけになります。はい、このお出汁とあんかけのあんのレシピは案内文を見てください。それではこれで完成です。はい、できました。わー、これが出来上がりの熱々の、はい、揚げ出し豆腐です。すごい、このツヤツヤ。そっちはね、あんかけやから。そっちはこっちは天だしみたいな出汁をかけてあります。じゃあ今回は2つの味を締めるんですね。はい、じゃあいただきましょうか。あ、これ美味しいですね。外の衣がトロトロで、中身の豆腐が柔らかくて。そっちはトロトロ、うん、こちらはサクサクっていうかな。サクサクも美味しそうですね、うん、天つゆって何ですか？天ぷらをつけて食べるタレというか、だしというか、うん、ちょうどね、このだしに揚げた豆腐の油が染み出て、だしも美味しい。欢迎到杏子的脸书按赞加追踪。
就可以获得杏子最新动态情报哦。これならもういくらでも食べれるね。じゃあ台湾の臭豆腐は？臭豆腐、はい、はい。食べてみてよ。はい、食べてみてよ。はい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 。バイバイ。感谢收看，欢迎订阅杏子频道哦。QQ チャンネル登録してね。